こんにちは。こんばんは。レイです。前回から婚活女性に嫌われる、男の行動というところでね、年齢がいった方向けのこれ動画になってます。アラフォー世代以上で婚活されている方を中心、あとはね、これからアラフォーになってくる30代の方、大人っていうかもう大人だよな。大人になってからっていうかね、年いってから、こういうことをやっていくと、ちょっと女性にね、好まれませんよというところで、実際に婚活今経験、ね、婚活中のこの男が、語っていこうというところです。前回はね、夢を、語るっていうか、野望というかね、そういうのをやめましょうという、ね、控えましょうという動画にしました。っていうのはやっぱりね、安定を求めて生活中心に考えている女性に対して、やはり不安要素っていうのを少しでも注入するっていうのは、火災に燃料投下するような形になりますんで、よくないと。あまりいい効果は生まれないんで、控えましょうということを言いました。で、今回は、話し方の中の上で、これはちょっと避けていきましょう。いう話をしたいと思います。これは男女関係なく多分相手がね、相手に対して相手が男女関係なく、会社とかでもね、多分同じようなこと言えるのかなと。学校関係とかもね、学生の方、10代の方もたまにこのチャンネル、なんていうか何パーセント ?10% ぐらいで見ている形になってます。何人かいらっしゃるという形でね。例えば1000人としたらね、100人ぐらい。そこまでいないと思うんで、大体平均今700、800ぐらいの再生数なんで、70人とか60人の、10代方が、見てるかと思いますんで、大人になったら、こういうこと気をつけていきましょうという、一つの参考材料、教材として見ていただけたらいいかなというふうに思ってます。まずじゃあ何なのかというところで、相手の話に対して、話の腰を折る。話の腰を折る。でね、これわかんなかったらちょっと Google で、検索してみてください。要は簡単に言えば相手の、会話を遮って、否定するっていう、こういうやり方、やりとり、っていうのはちょっとね、注意した方がいいと思います。特にこれは女性は嫌います。非常に嫌います、こういうこと。何気ない会話の中でも、例えばこうこうこうだよね、つったら、そうなんだけど、とかね。っていうか、とか。昔だとっていうかっていうのね。っていうか、そう、こうじゃねとか、そういうのはね、あまり好まれません。特に婚活女性の中ではね。普通に、ね、自然で出会った男女であれば、そこから何言ってんだよ、みたいな話になって、何よとかってなるんだけれども、そういうね、全然、この不自然な出会いの、ね、婚活の場では、全面否定された気分になってくるという。これは、社会人になって、会社の意見、討論とかでも、言えること、使えることなんだけども、必ずその、相手というものを全否定してしまう。結局その否定された相手っていうのは何だって言って、もごもごってなるわけですよ。だから、結局自分を否定された形になってしまうという。だから特に女性なんか、婚活の女性なんかは、非常に不愉快になる、この会話の中で、流れで、非常に、危険度が高い、やりとりになりますので、これはね、要注意して、今自分が、例えば、ね、同性異性に対して話していて、こうなってないかっていうのを、実はちょっと、ね、チェックした方がいいと思います。男同士で議論をするとかね、そういう場であれば、そういうやりとりっていうのは、やったりはしますけれども、あくまでも対女性に対して、ね、否定という部分では非常に、嫌われますんでね、話の腰を折るというね。あとは、聞いてもいないこと、なんていうかね、うんちくとかそういうのもね、大好きだ、男性いますんで。男同士でもね、うんちくね、あんまりね、好きではないっていうね、方もいるんでね、必要以上の知識というか、
余計なことって言っても相手が興味なければ頭の中入ってませんって、あの単なる雑音にしか過ぎない、雑音に過ぎないって。だ結局説明した自分その方自身の、あの時間がもったいないっていう、あのやらない方がいいっていう、これだったらだったらやらない方がいいっていう、効率化を考えればね、あのだから、ね、特にね、女性に関しては、あのその全否定することと、いらぬ知識の、振りかざし、うんちくを垂れるっていう、これ男特に、ね、よくやりがちなんでね、あのここの、ね、こういうことがこうでとかで、本当に興味が持って深いことであればあのいいんですよ、ある程度説明しても、うん、ただね、長い話とかあのくどい話っていうのは特に女性っていうのは好まないんですよ。もう好き嫌いの感情で生きているあのもう生き物ですからね。でどちらかというと男はいろいろこう考えたりっていうね、あの、うん、なんていうかな、思慮深いというところもあったりするんですけども、まあ人によるからね、人によるけども、うん、だからもともと性質の違う人間同士が向かい合って、分かり合おうとするわけですよ。もうそもそもそこで無理があるんだろうね。もう、全然毛色の違う人間が向かい合って、これをいかに理解し合うかっていうのは、ね、非常に難しい作業。だから、あの、マッチングとか、ね、アプリでマッチングしました。一回会いました。だけど次続きません。っていうのは当然のことなんですよ。珍しくないことなんで、だからもう次々行くしかないんですね。その自分の波長に合った人を探すというだけではなく、男性はその会話のやり取りで相手に対して嫌な思いをさせてないかとか、これは男女ともに言えるんだけど、どちらかというとどうしてもこういうあの婚活の世界だと女性上位の、ね、上位のあの世界になってくるんで。まあ、男の方がある程度気をね、揉んでいく、気を使っていくということがね、発生する。そうすると、その言葉のやり取りの中で、相手の会話を否定してないかとか、遮って、講釈を垂れてないかとか、ね、もうめんどくさい男になってない。まずめんどくさい男にならないというね、意識を持ってもらって、めんどくさい男は、必ず LINE とかもメールとかも既読スルーされたり、返信が遅れたりっていう形になる傾向にあるようです。で、自分も実際そういうのも、ね、あったんで、もしかしたらだから会話の中でそういうことがあったのかなっていうね、ちょっとくどい部分とかがあったのかなっていうのがあるんで、いろいろには見直してって、で、今向かい合ってる女性とはそういった形で、会話ちょっと気をつけてます。いろいろと。で、ただね、ちょっと相手のね、顔色を伺いすぎると、この人はリードしてくれない人だ、リードしてくれない人だということがいうふうに判断されてしまうので、そうすると男らしくないと、なんかそういう方につながっていくという非常に難しいこのパズルみたいなね感じになってくるんで、だそういうのはね、もうめんどくさくなってきて、だいたい婚活っていうのもうめんどくさいやと。まあ、女性とかもめんどくさいからいいやってなる方もいれば、婚活自体も疲れて、ね、もういいやってなる人もいるんですけれども、ね、なんとかそこだけは乗り越えて、ね、まあわかりませんよ。そこで成功して、もっと成功したら気を使わないね、言葉で、相手がね、嫌になることも言わなきゃなんないし、お互いに。それはまた別のステージ、次のステージになりますんで、それは俺も結婚したことがないからよくわからないんだけど、大体既婚者の方が言われるのは、情けない姿とかね、自分の、もうしょうもない部分を見せられる相手、お互いにね、見せられる相手じゃないと、こう結婚生活は続きませんよ、ということなんだよ。もちろん、ね、それは、そうなんだけど、そこにまず行かない。その、ちゃんと飾っていかないと。だ結婚相談所のなんとかさんとかああいうのはね、付け焼き場の、ね、ことばっかり言ってるんですけど、自分は大嫌いなんですけどね、そういう付け焼き場のことは。結局そんなことやったって小手先のことにしか過ぎなくて、ね、普段からそういうことできてねえじゃんっていう、できない相手とまたそこでぶつかり合って、結局ダメになっちゃうじゃんっていうのがあるんですけども、
そこのぶつかり合うまでもいかない状況っていうのが、もっと話になるということで、だからまずは、小手先でもいいから武装するっていうのは必要なのかなってね。何事も戦いには武装が必要です。武器持たないで戦うなんてほとんど難しいですね。ミサイル撃ってる相手に素手で突っ込んでくるようなものなんで、絶対勝てませんのでね。だからね、ちょっと話がそれましたけれども、そういった会話のやり取り、女性との会話のやり取りで、相手の、話の腰を折る。相手を否定するという会話は、あまり、やらない方がいいと思います。てか、一番ね、やらない。ほとんどやらない。それは今ね、同調しながら会話をちょっと楽しんで、で、全くそこと違うことをまた言うという形にはしてますので、もう触れない。相手が言った話題に対しては、そうだね、そうだよね、面白いね、それいいね、とかっていう形にしといて、もう違う話題について振っちゃうという、なんか言いたいことがあった場合はね、違うことを繋げない、そこと繋げないように、したいはいます、うん。あとはね、常にね、どうしても気を使うというのはね、大事になってきますんでね。でも、女性の方でも相手の、ね、男の人に対して気を使える方っていうのは、すぐに婚活、卒業できてますんで、だからね、もう言わずもがなというところで、本当、男女だけのことではないんですけれども、特に男性に強く見られる傾向。俺がね、自分自身男だから、やっぱりそういう傾向も昔はあったんで、ね、だからそういうのはね、ちょっとやめていこうかなというふうに。常に相手が異性だろうが同性だろうが相手の意見も尊重する。で、言うべき時に言うとね、それをね、望まれている時に対して、後者答える、ね、ことが一番ベストかなというふうには思ってます。自分はそうじゃないよとか、私はそう思わないよって方は、違ったやり方を試してもらえればいいのかなというふうにね。で、全く、そうだなとか、ね、こういうこと実はあったんだとか、ではこういうこと言われましたとかね。そういうのがあったら、コメント欄の方にね、皆さんの体験談とか、こういう嫌な思いしたよ、会話の中でね、会話の中でこういう嫌な思いをしたよとか、逆に素敵な、なんかね、気を使ってくれた言葉を言われたとか、ね、そういう、こういう会話は実は楽しんで、会話が弾みましたとか、そういうなんかね、ネガティブな部分じゃなくて、もう前向きなね、このポジティブな、部分もちょっとコメント欄の方にね、皆さん意見、いただけたら、過去の経験とかね、いただけたらというふうに思います。気楽に、コメントしてください。ぜひよろしくお願いします。一緒に皆さんと一緒にチャンネル盛り上げていきたいなというふうにも思ってますんで、我が道、我行くというスタイルを貫いていますけれども、皆さんと等身大の自分は等身大のヒーローでいるつもりであります、ね。ヒーローか。ヒーローかどうかよくわかんないですけど、近所の有名なおじさんみたいな、スタイルでね、親近感を湧く形でやっていきたいなと思ってますんで、一つ、よろしくお願いします。それでは次の動画でね、また会いましょう。